京都一周トレイルの同票京都一周トレイルは、京都市伏見区の京阪本線伏見桃山駅から京都盆地を取り囲む東山、北山、西山の山地を縦走し、京都市西京区の阪急嵐山線上桂駅まで全長 83.3km のハイキングコースである。1993年から2005年にかけて、東山より西山に向けて、 段階的に整備されてきた。また、2010年に、京北地域に延長4 1 6トルの京北コースが、2014年には、伏見桃山駅から伏見稲荷大社の稲荷奥舎まで、既存の東山コースを南に9 5トル延伸する形で、伏見、深草ルートが追加開設された。2014年11月15日開設。 延長9 5トル1 9 9 3年5月、開設、延長2 4 6トル、伏見稲荷駅潜入地清水山将軍塚大文字山、銀閣寺ケーブル比叡京都一周トレイル、東山コース1994年6月開設、延長1 7 9トルケーブル比叡延暦寺、釈迦堂横鉱山水、伊山扇峠栄殿倉間栄殿木船口に乗せ、 京都一周トレイル、北山東部コース1995年9月、開設、延長 19.3km2 の、世表室高尾白雲橋、清滝金礼橋、京都一周トレイル、北山西部コース2005年3月開設、延長 12.3km。ありがとうございます。